こんにちは、リックです。ではでは、さくの姫7年目に突入しようとしているところ、現在冬、6年目の冬で、火山の探索の続きがね、相変わらず、あ、間違えたそのうちって選んじゃった出る。対比のスキル持ってないまま行くよ。麦がなくての、ここのバリア王、あと結界王2個破ればいいんだけど、むしろ下はどまっすから、下火だらけだもんね。上はつけないか、上だめか。これはあれかな、温泉かな、まがまがしい温泉ってこといいのかな。あー毒もある、ちょっとここいろいろオンパレードすぎる。沖縄の面でちょっと地形から受けるダメージ 30% 減少で、ちょっとなんとか。オフオフ、逆にここは敵いないのね、ひたすらいたひたすら罠かなと思ったらいたわ。リバーさんこんにちは、棒棒しかいてない石込みありがとね。どこを見ておれ、見えないからちょっとこの切り抜かみておこう。なんつうかマリオみたいな、ロックマンみたいな、そんな感じがするなこれ今年の感じはお前だと思った私ですそうだね、ゲーマー的にはそうだね。毒で死ぬんじゃい。そして今度は毒と火のオパレード、猫がなんかロックマン的な感じするよね、なんかね。ひたすら普通に進むだけでも難しいロックマンみたいな感じがする。おーとギリギリ、タイミング難しいな。あれ、倒せってか、倒せってか、この状況で頭まあ、まあ、パスは打ち上げとこう。あまりスキルと自分も毒食らっちゃうしね、これ難しいわ。えい、ほんとも、ほんとも。よし、やっていける。から探索してる余裕がないぞ。どっちだ、こっちなのか、どっちなんだ。あ、言った瞬間なんかちょっとお宝らしきものが見えた。簡単取れるやつを取っとこう。でここも倒さないといけないかな、これはなんかいっぱいある。
い倒しましょう。本当もファイキャマなんていう場所なんだ。ここにライダーキックしておけば大丈夫かな。とりあえず終わった後好きだらけだけど、食らうねーね。この技便利よね。ライダーキック衝突って言わない、ライダーキック便利よね。やったった、結界が一つ消滅した。お、もう一個だった。一旦ここから戻った方が早いかも。こっからその3で飛んだ方が早いかも。対比スキルは相変わらず取ってないなギリギリ粘ってみるか。あとはこの右下さえクリアできればいけるはずなんだけど、今度はひたすら溶岩と落石という、ここもある意味なんかロックマン的な感じのロックマンとか昔のマリオとかそんな感じのさ、にゃーん、そんな感じよ。ちょっと強引に行く。戦闘が無視、戦ってる場合じゃない。なんか今一瞬岩当たってもなんかダメージ判定なかったな。なんだろう、ダメだ、いけない。これだな、ちょこれ マグマンマンとかボスだろうなそうそう、そんな感じでもうロックマンですわこれ。逆死んでしまう。うまいことあそこいけないよ、引っ掛けられないよ。空腹状態、もう回復が見込めない。この唐突な落石もちょっと消せるわ、本当唐突すぎるわ。ほれキュウリ本当キュウリ欲しいな、キュウリをください。でこの前ここで死んだんだよね。沖縄の面を外して、夜暗いかね、暗い感じがしない暗い感じがしない。溶岩の中明るいよね。キックが出ない。出た。まだ来る。こいつを倒さないと先死ねないっぽいんだよね。ライダーキックがするとちょっとピンチなんだよ。ちゃんと出ないとダメよ。やっといけるわ。しか
私体力半分でまだ落石が降ってくる。どうせ移動どうせ移動、これちょっとどうせ移動。落石がなんかバーバーすぎて避けるも何もないしな、これ。もうこれまた途中で死ぬかもしれんな。死ぬ直前に戻らんと。あ、でも一旦出たあれだから、さっきこう結界クリアしたのは残ってるか。西脇さんこんにちは。火山どこでウェイ死にそうなっております。ロックマンだったら岩を投げるロボットいるな。だよね、ここ何もいないからね、本当。ひたすら無限に岩が降ってくるという恐ろしい場所。スパイダーマン配信見てくれてありがとうね。あ、やっぱダメか、夜になっちゃうしな。うん、ここは翌日に改めて来ましょう。その3は確かクリアした判定になってるはず。あってなるやつ、あのその後のところだけ異様に難しすぎるわ。落石のおかげで難しすぎるわ。あれ、落石が一定の位置に降ってくるんならいいけど、なんかちょっと若干ランダムなんだよね、飛んでくる位置が。しかも結構な頻度で降ってくる、さらに無限で降ってくるというロックマン顔負けのギミック。どうじゃ、気持ちよかろう。あー、ほんともう猫が帰るわ、ほんとも猫が帰るわ。まあ田植えせんとあかんのね、ほんとにもう。それは肥料作ったるっけ。うん、しばらく田植えするかな。ミルテを最終に向かわして麦取ってきてもらって、そうめん作っててやるかな。火を巻いとこう。これ難しいのよ、なんかね、アクション部分結構難易度高いです。これでも難易度標準でやってやるんだけど、かなりアクション部分難しい。家抜けできると楽よ。さっきあれでこんがらがっちゃった逆方向に飛燕で飛んでっちゃって、そっちはないでわたわたしちゃった。それもあってだいぶその5だけ難しいよな、そこ。というわけでしばらく田起こししよった。おっと、なんかイベントが。あいかな、キンピー、今なんて思いしたちょっと放送禁止用語みたいな。カイムラがブーブル震えてるの可愛いな。あいかな、キンピー、今なんて思いした。おー、何度でも片手やっぺー。出なさ、家に帰るなりふんぞり返って一晩あごで使って、何様のつもりだこのあんこたで。何様、俺様昨日のキュウリといい、全く本当ねちょっとキュウリがマーラ様に見える剣といい、本当ね。何様って神様に決まっておろうが。そうそう、サクナの場合ね、こうなるよね、神様だもんね、本当に。わしはな、神としても高貴なる身の上にして、鬼とも戦い、田んぼの世話までしとるんじゃ。これで偉くないはずがあるか、お主など鬼とも戦えんくせに。まあそうなんだけど、そうなんだけど、金太一応まあ装備品を作ってくれるからな。んだと、鬼くらいなんだべ、ほな今からやってやっちゃね。おい、いけいけ、少しくらいは加え思わせてくればよいんじゃ。本当に言っちゃったよ。うん、おひいさま、今のはまずございますぞ。みんな黙ってうなずく。うん、なんじゃ、みんなでそのように。もしかしてわしは言い過ぎたのか。探せばよいのじゃろ、探せば。なんで田起こしの時期になるとこういうイベント起きるかな、もう。前の開丸の時もそうだったけど、もう。ほんじゃ、もう。何か作るですか。特にイベントがない冬に来てくれ。田起こしとかしない冬に来てくれ。ほんでも。
吉明さんをホローナイトで遊んでたのね。そういえばフリープレイできたね、ホローナイト。殺されまくったあれ見た目に反して結構死にゲーカテゴリーらしいね。一応ダウンロードというか、まあライブラリに突っ込んでおいたんだけど、かなり難しいと聞いて、結局やらずじまいで置いてある、そのまま置いてある。まあ次死にゲーやるとしたらデモンズソウルでいいかなと思ってたんだけど、プレステ5が入手できないという問題が、そんな問題だとりあえずしばらくは死にゲーいいかなと思ってたりする。早くプレステ5入手できんとな。あ、そういえばギオンの三次抽選始まってるんだったら、また応募しとかないと。二次抽選落ちてたわ。はちゃま買い物たうえもかつて半年生き抜いた半年まではいかなかったけど、秋丸ごといなかったよね。確か半年だったっけ、あの二人が失踪した事件で。何か食べるますか。とりあえず金太はまあたくましいから置いといて、こっちを田植えしとこうかな。なのでまあ腐りやすいやつ優先的に食べとくって感じでいいかな。特になかったわ。ひたすらどんぐりどんぐりめっちゃどんぐりだらけになっちゃうな。あ、そうそう、卵卵卵食べないと。何か食べるますか。プレステ5もう抽選すら予約してないな。なんかそんな感じになってきちゃうよね。もういっかみたいな感じになってくるけど、とりあえずギオだけは頑張るわ。その他のとこ全然やってないけど、ギオだけは頑張るわ。納豆じゃない、卵焼き。自然中くっついちゃうか。うん、でも腐っちゃうしな、食べないと。これでいいかな。初期不良ひどいのあるみたい。あ、やっぱり。まあそれは運不運が絡むかな。初期不良ない人もいるしね。ラッキーだったら初期不良はないんだけど。いただきます。キンタはご飯ねえべ、失踪中だからいねえべ。タオコシは教授を終えないと自動的に終了します。やばい、タオコシする。ゲーム起動したら常にエラー落ちとか。あら、それもそれやね。ちなみに初期不良みたいなやつさ、田舎の店舗だと初期型のプレステとかずっと置きっぱだからさ、未だに出くわすことがあるんだよねその辺が田舎の恐ろしいところ。うん、もうちょっと入れたか。マジなんだ。うちの旦那のプレイステーションプロなんだけど、発売確かプロが出てからもう何年も経ってるんだけど、その状態でお店で買ったんだけど初期不良みたいなエラーばっか起こしてる。だから早くプレイステーション5に買い替えたいって言ってるんだけど、なかなかプレイステーション5が当たらねえという困ったもんですよ。田舎はなかなかそういう流通がこう回らないときは回らないからね、本当にそういう問題はあったりするかな。さて、タオコシタイム。今日中にやっとかないと勝手に進んじゃうよって言われた。さてとは、というわけでガスガス。もう春になっちゃったからね。本当は冬の終わり際にこれやっとくべきなんだけど。ドリームキャスト買えばよいさ。いやいやいや遊べるソフトが全然違うじゃないか。石が邪魔じゃの。これは手で取るしかないか。一
一時期私もドリームキャスト持っていた時期あったけどさ、ちょっと譲ってもらってた。そしてシーマンっていうゲームはそんなことあるよ多分当時の CM とかで知ってる人多いと思うんだけど、マイクで喋るとゲームの中の人面魚のシーマンがちゃんと返してくれるっていう、まあそれだけのゲームなんだけど、あとお魚ペットとして飼ってる状態だから、ちゃんと水質とか餌とかちゃんとしないといけないっていうのもあったりするんだけどね。最先端すぎたね本当シーマンはあの時期に、ま、あの音声認識のゲームって本当最先端すぎるよ、超最先端すぎる。プレステ2の時代でもなんかマイク使ったゲーム出たりしたんだけど、結局あれ以降マイク使ったゲームって出なくなっちゃったね。やっぱあんま売れなかったんかな。一応このプレステ4にもあのプレステのメニュー画面で音声認識するやつはあったりするんだよね。マイクでゲームのタイトル喋るとそのゲーム起動しますよみたいな、そういう機能はあったりする。あとドリームキャストといえば個人的にあの燃えろジャスティス学園っていうゲームにハマってたな。ちょっとジャスティス学園シリーズ好きだったもんで。ギャルゲーと格ゲーを融合させたすごいゲームだったんだよな。あれも最先端すぎたな当時。さてこんなもんかな。今度こそタオコシ 100% 目指したい。ちょっとここ微妙かな。せがそんなマッカ作るから多少に負けるんやで最先端走りすぎた結果って感じね。まあ最先端走ることも大事よね。こんなもんかな。こんなところか。うむ、よく耕せたと思うぞ。またしても 99% 100% にならない。なんでや。そしてまた肥料がまきます。いや今まいてもしょうがないか。桜大戦4しかドリームキャストのソフト持ってなかった意外とドリキャストのソフトいっぱい持ってたっていう人あんまりいない感じはするね。私もシーマンとそのジャスティス学園の2つしか持ってなかったもんそれしかなかったもん。さあ種もみ選別、これ塩水線か泥水線どっちがいいのかいまいち分かんないけど、塩水線使うと塩がっつり減ってそうなので、泥を使ってみよう。泥にしよった。塩水線の方がまあ出来はいいとは言ってたんだけどね。遠くでワンコがじっと見てる。白ワンコがじっと見てる。こんなもんかな。見てもわからん。こんなもんかな。終わり終わり。ほとんど沈んだようじゃ。薄巻きで、そして夜になっちゃった。塩水の塩害になりやすいけど選別はしっかりできる。あ、塩害になりやすいってデメリットあんだね。そこも考えないといけないのか。今回どういう米作るかっていうの全然考えてないな。そういえば一応前回のやつで低アミロースマイっていうのを作ったんだよね、トロフィーで。あとは香り高い米と美しさを上げた米のトロフィーも存在するんだけど、その作り方がまだノーションがゲットできてないっていう。多分その低アミロースマイと逆のことすればいいんだろうなって感じはするんだけど。あ、火が変わってしまう。見えよう。泥水は米に負担かからないから綺麗になりやすい。なるほど。泥水で使った方が無難っちゃ無難ね。選別しっかりしようと思ったら塩水の方ってことね。何か作るですか。お、ミルテが麦を持ってきた。麦はそうめん用に取っとく。そういえば今回
最終向かせるの忘れた。タオコジする前に最終出すの忘れた。まあまだしばらく田植えとかしないといけないからまあいいか。何か食べるますか。まだそんな探索しないんだって。質素な食事にしておこう。超失踪七草汁と水だけの超貧乏生活に戻ろう。いただきます。金太がいなくなって2日目。2日目。今は田んぼの方が大事なんじゃい。ひどい神様です。育ったかどうか見ないと分かんないな。こんだて梨にしたらどうなるんだろう。どうなんだろう。何も食べないまま終わっちゃうね。うん、まだすぐに植えられないか。しまったな。あ、そういえばなんかトロフィーであのこんだて耳もなんかこだわり抜いたやつすると飛べるトロフィーあるね。お酒だけにするとか水だけにするとかなんかそういうのあったな。それやればよかったな。しまったな。お卵いっぱい。まだ苗が育ってないときたか。とりあえず最終に出して金太はここにいんのね。こんだてなしのトロフィーあるかもしんない。トロフィーの内容全部覚えてるわけじゃないけどもしかしたらあるかもしんない。何も食べなかったみたいな。それでは行ってきます。行ってきゃー。金太のイベントやってみるかな。ちょっと自動回復とか全然ついてないんだけどやってみるかな。金太がじーっとこっちを見てるしね。やっとこうか。一本穴の方でいいのかな。そういえば前カイマルがいなくなった、いやユイちゃんいなくなった時も一本穴だったね。ここだったね。ここは敵弱いから楽ちん。どこを見ておれ。ウサギに追われてる。まあ楽しそうで何より。あの愚か者め、本当に来るやつがあるか。助立ち参上。おい鬼ども、わしの身内が世話になったようではないか。どこのチンピラ。なんかチンピラというかヤクザがなんかそんなこと言うよね。わしの身内が世話になったようじゃの、指ボキボキ鳴らしながらみたいな。蹴散らしてやるかな。一匹残らず叩き伏せてやるから覚悟せい。一瞬。いきなし怖え。助かった。来るとは思ってねかった。仕方なくじゃ仕方なく、あのままではわしとしても針のむしろじゃからな。それで鬼は強かったか。強かったし怖かった。ずっと穴の相手にしてきたんだなや。まあわしは強いからな。根底の鬼などなんでもないわい。くう、おい、どこか痛むのか。違う。自分の弱さが許せねえだけだ。
そこまで気に病んでおったとはの。西島さんがうちの兄弟が世話になったら言わないみたいなそんな感じのセリフをちょっと昨年言うたね。今このゲームこうちっちゃいっていうか、女の子が主人公っていうのもなかなかミスよね。女の子はなんか神様でなんかすごいなんかおっさんみたいなことを言うてるっていうのもなかなか面白いんだよね、このギャップが。しかし私は今のままでも十分皆の役に立っておると思うぞ。わしはああも器用に道具など作れんからな。そうそうそう、踏み臼とか千箱木とか作ってくれたんだもんね。悪かった、言葉やわしも悪かった。これからもお互いの役を果たしていこうではないか。ロリババア感ロリババアって言っちゃうとちょっと一気に可愛さがなくなってしまうよ。サクナはサクナっていうことにしとこう何うまくまとめようとしてんだ。おい、お主な、ならばこの話一体どのように収拾をつけるつもりじゃ帰ってねっぺ。朝になったら何もかもお世話でさっぱりしてるべ。雑な作りで良いの、お主は。よし、では峠まで花やつについてくるのじゃぞ。お、仕事金太戦う戻ってきた。見た目はサクナ、言葉は石川。そうなの、ゴーストオブ地方の石川先生なんじゃなんだよね、言葉の口調がいろいろと、そのギャップもいいよね。稲がまだ育ってないかな、ちょっともう一回見てくるか。でも田植えも最初に出しちゃうと分かんなくなっちゃうな。まだだね。田植えはあれだね、確か朝じゃないと無理だから、どっか他の地点採集して時間潰すかな。ここの目標達成してないし、採集してよ。とりあえず目標達成、あともう一個。お、苗が育ちました。そして取れるのしょぼいよ、少ないよ。育ちましたなんだけど、ゲーム時間的に夕方だからちょっと厳しいかな、田植えは無理かな。もう少し待つか。あ、待つのもあり。一応田植えはできるっぽいね。できればお米、美しいとか香り高いとかそっち系のステータス上げたお米作りたいんだよね。まだその農書がないんだけど、この粘りけど逆をすればいいんじゃないかと思ったら薄巻きって書いてあったわ粘り気のある米を薄巻きって書いてあったわ。苗がいつの状態で植えればいいのかっていうのは特に書いてないな。まあ試しに植えてみるかな。時間遅い言われた、ダメだわ。もうちょっとどっか最終行ってこよっと。粘り気のあるキュウリは薄巻きなんだのほんと粘り気のあるキュウリってなんだよ。まちょっとそれを絵で想像したらちょっと生めかしい感じがしてちょっとエッチくなるからやめて。ほんちょんもほんちょんも
ゲーム中にムラムラしたらやばいでしょ、ゲームできなくなっちゃうでしょ。ここはただ清水を入手するだけ。お、来た来た。で、時間経過さしといて、とりあえず田植えは後日、翌日ってことで。稲がにっこりどういう顔どういう顔。この日はもう寝るべよ。そうすると雲とかも離しておかないとね。何か作るですか。田植えするはずなので食事はそこそこにしとこうかな。何か食べるますか。鴨小屋で寝るワンコかわいいんじゃ。そうなの、あれもうちょっとズームアップしてみたいよね。あの小屋のあの中をもうちょっとズームアップで見たいんだけど、あれ以上ズームアップできないんだよな。何か作るですか。イワナの寿司作っとこう。とぬか漬け作ったも異なりものは全部片っ端から作っとこう。何か食べるますか。あとはお魚と、水。またシンプル。魚と水の超シンプル。いただきます。全員帰ってきた夕食。早くしないと夏になっちゃうわ。で、田植えする前に肥料をまいといて、多分この田植えも晴れてる時やった方がいいような気がしなくもないんだけどね。田植え普通雨の日にやらないよねっていう。このゲーム中の季節で春から夏にかけて雨ばっかりっていうのは、多分これリアル日本の梅雨をイメージしてるんだと思うんだよね。だいたい雨降ってる。だから祈祷もそうそうやっとかんとわかんねえ。雨の日にやりたくない作業だしね、そもそもね。だから多分ゲーム中でも田植えを雨の日にやってもあんまり効果ないような気がしなくもない。だがしかしやっておかないとこの後が大変だ。あ、会議会議会議プラス最終出さねば。また忘れちゃう。田植え物だけ残して最終させないといけないので、貝丸は ひたすら肥料を取ってきてもらって、あとはゆいちゃんでもなんか肥料いいのないかなと。ゆいちゃんはなんか葉っぱ系を取ってくるんだよね。水の方は竹ばっかりになっちゃうな。こっちでいいかな。送るよ。リアルだと雨の日は田植えにうってつけの天気。そうだったわね。雨の日にやりたくないってだけで、実は稲的にはいい感じなのね。行ってきます。
じゃあゲーム中でも雨の日がいいのかな。今回田植えする時期がちょっと遅れちゃってるのが気になるね。この後大丈夫かな。一回こう晴れた日に中干しをするとかあるんだけど、一回水を抜いてってあるんだけど。始めるぞ。根っこは乾燥しないか。なるほど。植えた瞬間乾燥したら確かに植物的にはアウトだね。この日は雨でいいとして、翌日も雨。植えた後は多分天気いい方がいいかなというイメージはあるな。祈祷しとこう。認める。認めぬ認めて。琥珀捧げたのに認めぬって言われたら、ってなるわ。苗220本。やってみるかな。やるかな。また時代劇の作りが始まるよ。いきなりこれだよ。いきなり斜めだよ。斜めだよ、もうダメだよこれ。あ、中途半端になっちゃった。しまった。この位置調整が難しいね。ガタガタいろんな桜の姫を見たけど、みんな水入れないで食べするよね。あ、そういえばそういえば普通に考えたら水入れて食べするじゃん。そういえばそうだったわ。リアル田植え体験した時も確か水あったわ。そういえば、うわ、根本的なこと忘れてる。確かにそうだわ。しかしもう一旦これやりだしたらやりきってしまわないとキャンセル扱いになっちゃうんだよね。やっちゃいましょう。今のところ 100% みんな水入れてないだよねあー、水になっちゃった。やっぱこの作業的に水がない方がやりやすいかなっていうこうイメージもあるから、水入れないってやっちゃうよね。なんか植えた後に水入れようかみたいな普通逆だよね。水入れてからやるんだもんね。うわー、田植え体験したのに昔やっちまった。あ、また水になっちゃったよ。もしかして美しいとか香り高い米作るのもこの段階から始まっているのかもしれない。ちゃんと水を張ってから植えるっていうのをやらないとダメなのかもしれない。まあまだ農場ないから何が正しいのか全然わかんないんだけど。なんかやたら間が空いてる気がする横の間がめっちゃ空いてんな。そして斜めになっていく。まあでもあの目音上よりはやりやすいよね、やっぱね。ああっていう。ルビーとかアメジストを肥料に混ぜて綺麗な米を作ろうなんかそれ違うまあでも肥料に琥珀じゃない翡翠ってあるから、まあ入れてもおかしくはないかさぞ豪華な
お米だな、原価すごいかかってんな本当。ルビーとかアメジスト入れたお米とか作り出したらもうお米の値段がもう跳ね上がるね。何万、いや何十万とかの世界なのかな。ルビーとかアメジストの値段が分かんないんだけども。ああ、今回若干密かもしれない、密ですかもしれない。ルビーだったら安い、おいくら？女子なのにそんなもん知らんのかいでツッコミ入りそうだけど、アクセサリーとか全く持って興味がないもんで、むしろ邪魔な感じなのでアクセサリーつけません。だからあんまり知らない。小さいなら数十円、あ、結構安いんだね、数十円。小さいの集めればまあ値段はそんなにでもかからないか、田んぼに巻くとなると。普段宝石として使ってるやつを田んぼにばらまくってすごい豪華な感じがめっちゃするね。やっぱりそういえばさっき肥料撒いたっけな、ど忘れちゃったな。まあ上終わった後でいいか。いや、よくないか、肥料は朝一に負けって言われてるもんね。十分じゃろ。そして早くも雑草が生えてる。十分な間を置いて植えたぞ。いやいや、そうしよう。早くも雑草生えてる。肥料は撒いてなかった、撒こう。うん、ゲームの時間経っちゃってるな、しまったな。で水入れるでしょ。次こそちゃんと水入れてから田植えしましょう。忘れてもな、ほんと水なしで田植えしてしまう。だいたい人工だもん。なるほど、人工だからそんなに値段は高くなりにくいってことね。天然だとすごいお高くなっちゃうんだね。ここはちょっと少なすぎるかな、もうちょっと。こんなもんかな。いや、雨だしどんどん増えていくかもしれない。いつ水のこと言おうかなって思ってた。本当ずっと気づかないままだった、マジで。リアルに考えて、そもそも乾いた田んぼに苗刺さらないよね、そもそも。泥水じゃないと刺さんないよね、こう水張ってさ。ゲームだから刺さってるけど、リアルだと刺さんないよね。うわぁ、気づかんかったわ、ほんと。教えてくれてありがとう。うん、この日はあと何しようかな。ルビーは摩擦消耗しにくいから時計に使われたりレーザーポイントとかに使われてる。へえ、結構身近な機械とかで使われてるんだね。あ、ここのうつろいの粉を入手するやってないな、ちょっと行ってこよう。まだ適当に採取しとこう。で、田植えもしたし、しばらくは何もしなくていいから、また探索開始かな。うん、物欲センサー出ないわね。
相手に言わないで、イクさん苦しめてもやめてやめて、教えてくれてありがとうよ。パカッで、カモを出しとかないとダメだね。パカッ、ワンコと一緒に寝てるんだよね。これ暗いからちょっと見づらいけど、かわいいの。このゲームに出てくる動物みんなかわいいの、ほんといいよね。うん、水やっぱり増えてるな。ちょっと見とくか。竜が如く見たく主観視点で、そうそうそう、主観視点モード欲しかったね。多分動物見るとき限定になりそうだけど、マジマジと見たいよね。このゲームちょっとカメラ緩すぎるとちょっとぼやけてしまうので、それもあるから主観視点モード欲しかったな。もしくはなんか動物図鑑モードとか、図鑑モードとかあってもよかったかも。で、猫はだいたいゆいちゃんの後ろで寝てる。猫はくっつきたがるよね。そしてくっついてくるから、ちょっと人間がずれて、くっついてずれて、くっついてずれてを繰り返していくうちに、布団から人間の方がはみ出てるっていうのが猫飼うあるあるだよね。で、布団のど真ん中に猫を占領してるっていう、そういう状況になるよね。何か作るですか？梅干し。ねえ、なんだかんだそんな感じでグイ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 になっちゃうんだよね。何か食べるますか？猫は可愛い、間違いない、間違いない。そして天ぷらうどんも作れるようになってる。卵、芋、油、麦、塩。何か食べるますか？わらび汁、燻製、まんじゅう。燻製はちょっともったいないな。野菜とか植物、動物の図鑑あったらよかったね。そう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 、そこからまたこう詳しい説明が書いてあって、そこから勉強できてもよかったかもしれない。ただまあ、このゲーム作ってる人めちゃくちゃ少ないので、その人たちの負担が凄まじいことになっちゃうから、無理にとは言わないけど、あったらよかったね。あ、体毒、火山のあそこ行くときこの梅干し食べていけばよかったね。体毒効果あったわ。あと、そう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 、そうめんで対価つけとこう。うどんとそうめん麺Wだよ。あとは満腹感があるもの入れとこうかな。うん、やっぱお餅の方が満腹感でかいな。お餅食べちゃうかな。しかし自然治癒つけすぎな感じもちょっともったいない感じもするな。タイの毒いやいやいやタイに毒ないよね、ないよね。あったら怖いけど。栗のぬか漬けでも食べたか。あ、清水と名水も耐火効果ある。旬物だからか。これ以上耐火効果はさすがにいらないような気が。あと水でいいかな。こんなもんかな。そうめんとうどんという麺組み合わせ。あと汁、わらび汁。青ブダイには毒がある。あら、タイの中にもそういうやついるんだね。普通にこう食用として食べてるからさ、
そっちのイメージしかなかったな。ひなびやり、新しい武器覚えた。大定板金、すごい名前。周りを爆発させる。おお。高く飛んでから放す方が落下中も攻撃ができる。お、車輪弾と交換って感じかな。さて、水が干からび、何これ。そういえばカモたちの出勤は、あ、来た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 、カモたちの出勤よ。これがまた可愛いの、グワ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 と可愛いの。これもう主観モードでまじまじと見たい。ちゃんと列をなして歩いていくの可愛いよね。とことか歩いていくの可愛いよね。グワグワ、まあ、ちょっと水が浅いから泳げないけど。カモたちの出勤よ。で、水払おう。25% ぐらいかな。あ、しまった、肥料作ってなかった。しまった、やっちまった。まだ松の余分まだあるから、まあ大丈夫かな。しまったな。結構前翡翠とか多めに突っ込んだんだけど、香り高いお米できなかったな。意外と難しいね。まあ、翡翠突っ込むと粘り気もじゃない、硬さも上がるから、そっちの方優先になっちゃうかな。お、わらび結構美しさんガッて上がるな。美しも結構上がる。入れとこ。グワグワグワ。始めるぞ。新しい納車はまだないのね。さて、翌日も 24%。 振ったり振らんかったりって感じだな。 24% でも振るときは振るしな。わらび餅を巻こう。わらび餅にわらび入ってないんじゃないか、なかったっけあれ。わらび餅とわらびは別物です。今んとこ虫もそんないっぱいついてるわけじゃない。イネツと虫が若干ついてるけど、まあカモ話したし食べてくれるでしょ。こんなもんかな。お、新しい進化がいっぱい。球根と球星、電撃、なかなか良さげね。ていうか、放棄力覚醒でいつの間にか取っていた。竹ぼうきの武器攻撃力は陣気に応じて変化する。へえ。救世は敵を倒すと命が 3% 回復。敵が多い時では結構いい感じ。球根は逆に与えるダメージが 5% ずつ上昇。ほうほう。これどっちもつけたいな。これ球根も救世もどっちもつけたいな。これ食事効果がなくなった時に救世つけとくとギリギリ大丈夫かもしれない。敵を倒すと命が 3% 回復で、連撃だと連続当たるほどダメージ上昇。どう
しようかな。新規上昇いらんかな。あ、松のここ進化解放できた。命が全開の時力が 10% 上昇で、傘もちょっと戻しとこう。人気上昇ちょっと入れ替えようかな。蜜尽きちゃってる。おう、このスロットもうちょっと欲しくなってくるね。いろいろと進化が集まってくると。球根つけとくかな。でレベルをちょっと上げとこう。大体敵こう雑魚敵だと群れをなしてくるから、敵を倒すたびに攻撃がぶっつうのは結構いいよね。では火山探索再びの前に最終向かわせなあかんね。連撃はただ技じゃないとだね。攻撃ヒットするたびだから単発技だとあんまり意味がない感じになっちゃうね。それでは行ってきゃー。もうあと一人はどうしよっかな。水のとこでいいかな。では火口探索その5、ロックマン的なステージをとっととクリアしたいね。で一応沖縄の面もつけとこう。地形ダメージをちょっと減少してくれる。あらギリギリすぎた。位置がギリギリすぎた。するかどうか、どうしようかな。どっちも落下する技なんだよね。おお危ない。ちょっと抜けた瞬間岩が転がってくるというこのタイミングよ。逆難しいねゴリ押し結構迷うよね。4つだけが4つだけしか枠ないからめっちゃ迷うよね。どれも結構使えるしね。あらら、ちょっとピンポイント狙いすぎだくせき。
は長いのよ。これもおのれいいわ。連続ヒット岩がえげつない。そういうタイミングよく分かんないから結構食らっちゃうね。とりあえずいっぱい出てきたライダーキックしとこうかなって感じでやってんだけど、これ結界全部消滅で、こっからまだ戻らないといけないという。まだギリ満腹ゲージ足りるかな、戻る分足りるかな。これもあそこを落石意地悪すぎるやん。ここもどうしようね、どうしようねこれちょっとどうしようねこれ、こうやってやるしかないか。マナスタン置いてありそう、そんな感じのこれがファンタジー世界だったら絶対そういうのあるよね。ここがなうまくいけないんだよねこんなんなっちゃう。間違えた、逆逆です。またなんか岩聞かなかったの、あれかカウンター判定みたいに岩の落下に合わせると引かないって感じっぽいね。なんかまあ毎回そううまくできないから基本避けた方が良さそう。シャルロットよりこんな小さいのにこんなチンチクリン神様なんでちかチンチクリンあれもうあれじゃない、見た目的にシャルロットの方がちっちゃく感じるな。まああの子ハーフエルフだから、まあ実年齢は見た目よりも結構年齢はいってんだけど、やっとこの奥いけるわ。不滅竜ボス戦かなこれ。来ちゃったけど、鬼どもの姿がすっかりなくなったな。ここまでたどり着いてはおらぬのか、もしくはすでに。音量だでけ、なんか一気にモンハン的な感じが、わた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 、かわいい桜のわたわたがかわいい。かわいいなこのモーション。すでに鬼どもはこやつに平らげられたか。やだやだ怖い怖い怖い、うちに帰れ。かわいいな、抱きしめたい、かわいい。ゼルダ感、そうなの？ゼルダやったことないからわかんないんだけど、そうなの？お姫様しっかりなさいませ。たももわたわた、このりゃやぶなたむれじゃ。ちょっとまた前から見たいねえ、かわいいね。さあ
いきなり始まったぞ。沖縄の面も外しておこう。食事効果はもうほぼなくなっちゃう段階だから危なっかしいんだけど、よろしくないな。どこを見ておる。ちょっと下から炎やめてくださいよ。空腹状態になりました。なんか出てきた、なんか出てきた。とりあえずライダーキックしまくっとこう。吹っ飛ばしにダメージ結構でかいからダイナキックしとこう。あれイベントシーンではちゃんとお面外された状態になってるから、その辺はありがたい。確かオプション画面で設定をそれ変えられた気がする。お面タグつけたまんまするのか外すのか。なんかガブガブしてるな、なんかガブガブしてるな、何してるの。違う、そっちじゃない。あれ蹴り飛ばすんだよ。逃げろ、えい、間に合わなかった。吹っ飛ばすんだよ。正直ボスよりもダンジョンのが痛い。殺される 鬼と人に殺されるって言いたいのかな。アルビーバックって戻っては来ないね。溶岩に沈んだらそんなイメージあるんだけど。足雲のムクロをヨモツガミに変えておったのはこやつであったようですな。鬼どもはそれを止めるためこの火山を攻めたという筋か。ってことはあのヨモツガミとかもう出てこないのかな。こやつ最後に人がどうとか申さんかったか。言ってたよね。はて妙にございますな。この島において人とは峠に住むあの者たちだけのはず。他に誰かいるってことかな。奴が火に沈んでしまった今となっては考えるだけ無駄か。早く帰ろう。これで川の水も戻ればよいのですが。なんだかんだメインストーリーなんか心輪のあれ以降結構シリアスなのが多いね。そのヨモツガミとやらそのようなことを。足雲さん喋ったの久しぶりです。何ぞ心当たりはあるか。我ら足雲族を飼っていたのは紛れもなく鬼であった。だが今となっては鬼どもにしては統率が取れすぎていたようにも思える。まるで焚き火と共に戦った時の我らのように。足雲久しいの。本当まともにボイスつけて喋ったの久しぶりだよ。獣鬼とは本来死を超えた群れはなさぬものじゃ。今田植えもんがてん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 無言になったのなんか知ってるんか、もしくはおめえが犯人か。なわけないか。なわけないか。各地におった主とも違う。何者かが上に立っておるのやもしれぬな。ベロンシビアスエモン。なんか何か知ってるっぽいね。それがあのヨモツガミが言っておった人であると。覚えておいでですか、さくら様。我らの他にも頂きの世に人が迷い込んだこと、
ゴジョットか？いたっけ？ん？ああ、こいつか。こいつか、一番最初の。ああ、わた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 、かわいい。あのドロップキック、ライダーキック食らわした石丸さんか、あいつか。さよう。かわいい。さくら様が雨の浮き橋にて蹴り落としたもの、山賊の石丸にござります。バタ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 、かわいいの。もしそうだとして、わしらより早くこの日の上に現れ、足雲たちを狩るなど果たしてできるものか。それでなくとも人が鬼を滑るなど。いや、なくもないか。石丸とやらが放り出されたあの霧は、時もなくところもなく、未だ何にも定まってはおらぬもの、いわば二つ世のもとなのです。そういえば前そんなこと言うてたね。雨の浮き橋とは、その不確かなる時と心をつなぐため、初代カムヒツキ様が作られた、何であったかですじゃ。そしてあの霧に定まった時もなくところもないのであれば、そこに放り込まれたものは一体いずこにたどり着くのでありましょうな。過去にたどり着くのも可能ってことね。例えばお前たちが訪れる前のこの島に、ということか。石丸がこの島に。待て待て、気が早いぞ。今分かっておることは、鬼を束ねる者が西の砦におるかもしれんということだけじゃ。詳しくは行って確かめるほかあるまい。そうですな。おひい様の力も大きくなられた今であれば、砦攻めもなし得ましょう。ナレーション、ゴーストウツ島風に。島から逃げた伊予は昨日で鬼の軍勢を手中に収めていた。言いそうだけど、伊予ちゃうから、違うから。砦を制すれば、晴れてこの島はわしのものじゃな。カムヒツキ様もさぞお喜びに。万歳モーションもかわええの。仲良うやっていこうぞ。あとはもう少し資料分別というものを身につけていただければの。ただいま。なるほどね、これで西の方行けるようになったわけね。そして足雲さん戻ってきた。同じことしか言わない。ここにいる時なんか違うこと言うて、メインストーリーに応じてなんか違うこと言うて。なんか大人と子供のちょうどいい配分なんだよね、さくら。そうなのよ。子供っぽいんだけど、ちゃんと神様らしくちょっと大人びたところもあったりする。おっと、水がすっからかん。カモが泳いでないよ、すっからかんだよ。水。カモが急に消えた。カモが急に消えたよ。そして寝床に収まったよ。帰るときはよちよち歩いていくっていうの見えないのね。出勤するときだけなのね、あのよちよち歩きは。残念だわ。で、肥料をまくのはやっぱ朝がいいから、今回は肥料をなしでいくしかないな。相変わらず香りと美しさのステータスが低い米が出来上がっちゃうな、こりゃ。難しいね。かも定時で上がる。しかも瞬間的にワープして定時上がりです。大金風景見たかったな、よちよち歩きで。猫はここで丸くなる。雲があんまりいないな。まあ、とりあえず寝よう。良いは着物作る上手、見れてすごい思います。作る見せてほしい、お願いしましたけど、良くない言われました。恥ずかしいですかね。多分ね。見えての正体は実は恩返しに来た鶴直であったってなわけないよね。
うなぎ取ってきてくれた。何か作るですか？加工品は特にないけど、もしかしてうな丼作れるのでは？何か食べるますか？お、うなぎ丼、うなぎ天丼。おほう、うまそう。うまそう。うなぎ白米砂糖醤油口上酒でできるわけね。うまそう。ミューテ実はメヌラー所持者でな。そんな神様だったのかこの人。バトルになっちゃうじゃないかよ。うな天丼ってなると油と卵も消費。豪華、超豪華でい。まあ、またしばらくダンジョン攻略だろうし、がっつり食べちゃいましょう。で、あとは、今夏だから旬物食べとくのもありかも。食材ほんとちゃんとしてるね。前回初めてうなぎ取った時は砂糖とかなかったから特に何も、あ、ごめんなさい、ただ炙り焼きしかなかったんだけど、卵と油と砂糖と追加されたらうな天丼超うまそうなの出てきた。旬物は梅干しだけど体力は別にいらんな。体幹も、まあ、しばらくいらないんだろうけど、まあなんとか。で白干しと、うな丼と麺干しは相性最高。そうなの、食べたことないな、その組み合わせ。もううな丼はうな丼だけでも完結しちゃうからさ、満腹になっちゃうからさ。梅干しと相性最高なの知らなかった。へえ。うん、この七草粥も結構いい感じね。これ、泡と組み合わせるかな。うなぎの油を梅干しがさっぱりさせてくれる。なるほど、さっぱりいきたい感じの時にいいのね。いただきます。もううなぎ自体が高いから、うな丼とかも全然食べてねえや。もうジュルリートなんかもうお腹減ってくるな。ハクラマーザー毒冠、新しく気球この風車ほとんどやってないな。江戸時代あまりにも相性良すぎてうなぎ破産する人がたくさんいた。そうか、昔は割と庶民的な食事だったんだね、うなぎ。今ではレアだけど、そして破産している。貼り付けた相手の命を徐々に削る技じゃ。我ながらお葬式で歌いを思いついたものじゃわい。自画自賛。しかしこれ足止まっちゃうよね。ちょっとこれ危なっかしいかな。常に動いてないと危ないゲームだしね、これ。さて肥料まこう。前日肥料まくの忘れてしまったよ。葉っぱの端を多めにしたのかな。であんまり食べさせないように、おかみがうなぎと梅干しを食べ合わせた悪いってしたんよ。あ、そういう風に情報操作したんだね。だから現代の方ではあんまりうなぎと梅干しの組み合わせっていうのがあんまり知られてないわけなんだね。
今初めて聞いたもん、ほんと。さて、美しいかもしくは香り高いお米を作りたいんだけど、そのステータス上がるやつ、ゴミ神事も使わんかなと思いたいんだけど、必要な知識ばかり頭に入ってる雑学王だね。それもそれでいいと思うよ、悪くないと思うよ。愛の鱗が両方上がるからちょっと言っとこう。赤にも結構上がるな。ただ棒虫と病にかかりやすくなっちゃうけど、朝もちょちょいと追加し、毒性上がってしまうのはちょっと困るかも。あ、でも翡翠も毒性上がるか、まあいいか。カモの出勤よ。グワグワグワ。ワンコもちゃんと見てます。結局この間も農法に書いてある農種の内容、育ちすぎると稲を食べてしまうっていうのは、結局稲が育ちすぎるとって意味なのか、カモが育ちすぎるとって意味なのか、どっちかわからないままだな。そもそもカモって育つのかな、これ。ゲーム的に。グワグワグワ。そこがよくわかんないところだね。確か、木が増えすぎると周りが減ってしまうんだよな。あら、カモがこっち見てる。30分でしたから、そろそろ中干ししないとダメだよね。雨降ってんだけどね。始めるさ。翌日に祈祷して晴れにしとくかな。今更遅いかもしれないけど、本当要求する琥珀の量上がっていくんですけど、亀ひつき様足元見やがってって感じがする。ゲームシステム次第だね。本当カモって成長してるのかどうか分かんないよね。認める。どんどん要求水準上がっていくのということ。卵はもらったよ。新しく小口台、もう他行けそうな場所ってなさそうかな。あ、まだこの上なんもないけど、でも天の返しの宮がなんか百層にも連なるうんちらかんちらって言ってるから、多分この一帯がそうなんだろうな。北のあるダンジョン困れば琥珀がガンガンたまる。あ、この天草なんとかってやつね。あ、甘くじゃない。甘返しの宮ってとこね。なんかここ難しいとかめっちゃ広いとか言われるとちょっとまだいいかなってなっちゃう。やっぱあそこね。もうやることないなって時にがっつり攻略する感じかな、そこは。これマップガッと見た感じ、あとこの辺攻略したらメインストーリー終わりそうな感じもするよね、これ。さっきの話の流れ的にもさ、鬼が出現した原因とかなんかそういう風なのなんか迫ってきたし、自分適正範囲までしか行けない、あ、そういう風な設計になってんだね、あそこ。なるほど。まあ今はまだそれではいいかな。足りなくなってきたらちょっと挑んでみよう。来てきゃー。
たまには金玉なんか採集させようかな。といっても特に思いつかん、思いつかん、ゆうちゃんにしよう。植物系がなんだかんだ欲しくなる。肥料で植物系混ぜ込んでなんかマイナスになることはあんまりないしね。鉱山っていうか石系混ぜると毒性上がっちゃうから、ちょっとあんまり入れたくないなってなっちゃう。どうしようかな。こっちは食事、食べるもの系が多いか。受け取るよ。中和するやつ、そうそうそう、なんか確かゴマが毒性中和するやつなんだよね。さっきもう突っ込むだけ突っ込みすぎたから中和するやつ入れるの忘れちゃった。さてリアル時間的に、新しいダンジョン行ってる余裕はまあないかな。どうしようかな。ギリギリまで行くかな。田んぼの様子を見てから。ちょっと水抜いとこう。雨だと増えちゃうし、ね、小口台をちょっと行ってみよう。最奥の鬼衆を倒すとか、敵もまたわらわら来んのね。で探索目標でなんか敵の攻撃を弾くってあったな。お、ここの雰囲気なんか戦があった場所って感じがする。仁王とかでよく見たやつこれ。こういう場所あったわ。なんじゃなんじゃ、こいつか。暗いで分かんないよ。イケポチするから。仁王とかでもよくあるよね。いきなりイケポチャして落下しって、追しってよくあったね。このゲームにもあるんかな。この下、怖くていけない。これ壊せない？壊せないな。ぶつけないとダメか。すまん、橋の上にイノシシを置くんじゃない。待っちゃくな。待っちゃもう。イノシシ自滅したけど。イノシシの鍵に隠れて爆弾置くのやめてもらえます？入ってまーす。このトゲがよ。ナイスな位置に置かれすぎ。このトゲ連続ヒットするんですけど、もう攻撃した最中に、もう攻撃した最中に真下に針があって受けられないっていうね。あんたまあ NEO2 ダウンロード3も発表されたから、あ、ダウンロードまだ全部出てなかったよね。そうだね。
鹿を巻き込みたかったんだけど。鹿この微妙なこの高さの位置の出っ張りがやらしいな。上行けねえ。あれ行っちゃったパンタマ、妙な引っかかりやめて。ダメかダメか、身をもろうと思ったんだけど。ちゃんとした櫓だね。ほんと登れそうで登れない謎の出っ張りがある。これぶっ飛ばしても壊れないのかな、この下のトゲトゲ。すっごいやらしすぎんだけど。ここでちょっとしばらくスズメを倒そう。さっきあれでめちゃくちゃになっちゃった。なんだよ。あらら、この日最中真下にしか降りられないから、もうこうやって2回ぐっさぐっさ刺さるんだよね。ほんと嫌な位置に置いてあるわ。トゲのキュウリ違うトゲトゲキュウリだったら仲間痛くなさそうな。いや地味に痛いか。出た、変なでかいの出た。危ない。自分が突っ込んでる。これが最奥かな。新しい田んぼが開墾された。いやー大変な場所だ。っていうか西の場所多分ずっとこんなマップなんだろうね。矢倉があってトゲトゲがあってって感じの。やだな。新しい地域2つ。ゲージはまだちょっとあるな。この辺ずっと砦で張り巡らされてそうだよね。リアル時間的にちょっとダンジョンもう一個は厳しいかも。あとなんかイベント、家に入っておるのか。なんかあったんだ。ちょっと水多すぎるから抜いとこう。ぐわぐわぐわ。どうしたの？みんななんか見つめてるよ。おい、何を
おけんなさい。真ん中の誰？おうではない。わしが砦攻めに腐心しておる間に、なんでお主らはうちに鬼をあげとるんじゃ。あ、これ鬼なの？そうなの？近くの最終地で倒れているところを皆で見つけましたな。刀傷もあることから、おそらくは仲間内で寄ってたかっていじめられ、命からがら逃げてきたのではないかと思われまする。あらあら、鬼の中にもそんないじめとかあるのね。シリアスイベント満載、ほんとね。まんずひでえ怯え方してて見てられんかったちゃ。歩けるようになったらのに話しましょう。それまではここに。なんか怪我をした鳥を拾ってきましたみたいなノリだけど、これ鬼らしいからちょっと危なっかしいけど、まあ大丈夫か。ならんぞ。鬼は鬼じゃ。おひいさまのおっしゃる通りじゃ。それは尋常なる獣ではない。尋常ならざるも獣ではない。鬼と横島にして悪であるがゆえに鬼なのだぞ。逆ら恨みこそすれ、恩義など感じぬ。そうか、この世界の鬼ってなんか優しい鬼とかそういうやつは全然いないってわけだね。そもそも悪、とにかく悪だから悪いもんだからみたいな感じなのね。今とどめを刺しておかねば、後で何があるか分かったものではない。で、さっきからちょっと気になってるんだけど、一部のイベントシーンでサクナとタマの音声がなんか小さくなっちゃうね。これもなんかちょっとしたバグかな。しかしこのような深手で何ができましょう。カイマルが嫌がってる。もうサギならこれまで何度も殺してさばいて、みんながみんな食ってきたではないか。何を今さら綺麗事を。うまくは申せませぬ、身勝手も承知の上。しかしどうしても放ってはおけぬのです。うん、ドシリアスなシーンだわ。裏からもお願いだ神様、助けてやってけらい。で嫌い、こういうの震えて息も絶え絶えで、とてもじゃねえけんとも、こいなの殺せぬす。とどめば刺すべきだ。金太。おっと、金太はこちら側なのね。理屈のない行動するのは人間のいいとこでもあるんやってのを今こう魚に見せたいわけなんだね。雨のもいいけんともな、こいでこっちが殺されちゃ元も子もあんね。金太が、金太がおいのことを語るなんてやんだ。ゆうちゃん意外と感情的。ああ、少しでも歩けるようになればすぐに追い出す。それまでの間じゃ、いつまでもここで飼うつもりはないぞ。おひいさま、なりませぬぞ。二度は言わん。さくな様。神様。なんだかんだ作難はこう決めるときはビシッと決めるよね。成長したな、ほんと。おいボケ侍、刀は手元に置いておけ。いざとなればお主が切るのじゃぞ。またボケ侍言い始めちゃった。わしは風に当たってくる。おひい様、お待ちくだされ。おひい様。どいつもこいつも G の方が許さない感じよね。確かにね。鬼は鬼でダメなんですって感じ。さっき相撲やったもんね。そしたら外では平和にグワグワカモが鳴いてるのであったみたいな。抜いて止まっちゃう。中干ししてね。雨降ったまんまだこれ。雨降ったままだけど一応水抜いとくか。翌日に乾燥しようと思ったけど分血溜まっちゃうらしい。確か火が増えすぎると鳥が減ってしまうんだけどな。水を抜く頃かも。お、いるいる。これ何鬼なんだろうね。こんなやついたっけって感じなんだけど。特にみんなはいつもと同じ感じだね。
応雨の日だけど乾燥しております。全然乾燥されてないやんけって感じだけど、で夜になったらちょっと鴨の出勤タイムをそろそろやめた方がいいかな。ウサギ鬼かな。あ、さっきの会話でウサギ食べてって言ってたから、なるほど、ウサギ鬼がいじめられてたからかくまっちゃったってわけね。神様、何か作りすかよ。白生地の羽がなんかいろいろいるけど意外と持ってない。さて、それではリアル時間的にそろそろ終わらないといけないので今日の配信ここまでにいたしましょう。なんか稲作に関してはちょっと中途半端な感じになってしまってるけども、なかなか思った通りのやつ作るの難しいね。まあでも大失敗することはないから、まあなんとかなるか。というわけでこんな感じで気ままに遊んでいるので今後もよろしくお願いいたします。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ワンコタクシュデンワンコタクシュデン。それではまた。最後のこの世で終わりたい人、肉片かわいすぎて、またね。